こんにちは、マッスルシンガーのキヨです。筋肉自慢をしている歌手が果たしてベンチプレス100キロ何回上げられるんだと、散々マッスルシンガーとか筋肉自慢と言ってるお前はどのくらいできるんだということですね。今日はこちらのナリジムさんで100キロのベンチプレス何回いけるかというのをですねチャレンジしていきたいと思うんですけど、ちょっと最初に言い訳をさせてください。ここ3週間ぐらい実はウェイトトレーニング全然やってなくって、自重トレーニングっていうその、いわゆるストリートワークアウト、カリステニクスとかって言うんですけども、鉄棒だったりとか、自重を使ったトレーニングをこの3週間ぐらいメインでやってて、全然ウェイトやってないんですよ。なのでちょっと言い訳が欲しいですけど、久々のベンチプレスで、100キロ何回上がるのかということですね、今日ちょっとチャレンジしてやっていきたいと思います。キヨチューブ、ここでですね、ちょっとマックス重量をどのぐらいいけるのかというのをですね、チャレンジしてみたいと思います。キヨチューブ、次は道の領域130キロチャレンジしたいと思います。はい、お願いします。いきます。はい、せーの、離します。はい、あーやっそいやー130は全然重いっすね。でも違いました。120と全く違う。125いきます。よっしゃ。ふう。気合い。はい、お願いします。いきます。せーの。お願いします。はい、あっ、くっそ。キヨチューブ、はい、じゃあ100キロで何回できるのかチャレンジしてみたいと思います。というわけでベンチプレス100キロ9回で終わりました。マックス重量の方ですね、チャレンジ途中でして130キロやった疲れが残ってたかな。すみません、言い訳です。
まあでもね、100キロを9回、まあ、音楽界でなかなかそこまで行く人もそんなにいないんじゃないかなということで、マッスルシンガー引き続き名乗らせていただきます。まあ、マックスもね、120キロだったんですけれども、まあちょっと130行きたかったなという思いなので、またちょっとね、これはね、チャレンジしたいと思います。この動画楽しかったという方はですね、ぜひいいね、そしてコメント、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで、マッスルシンガーキヨでした。また次の動画でお会いしましょう。That's my baby.